なあ、終点だよ。終点ですか。ああ、降りてくれ。起きて、降りないと。アリス、平気？泊まれる場所を見つけようね。アリス、急ぎましょう。どこかこの辺りに泊まれる場所はない？アリス、体が冷え切ってる。平気だよ、寒くない。困ってるのかい。行くあてがないの。この人を頼るといい。そこじゃ遠すぎる。今夜泊まりたいの。行こう、アリス。ご利用いただき誠にありがとうございます。お店がまだ開いてる。中に入りましょう。ここなら寒くない。何の用だ。私たち行くあてがないんです。少しお金を恵んでもらえませんか。おい、
ホームレスなアンドロイド？ああ、冗談きついぜ。いいか、ここはコンビニで、慈善団体のオフィスじゃないんだよ。買い物するんじゃないなら、さっさと出て行け。ここは空き家ね。雨宿りはできる。カーラ、私ここ好きじゃない。そうね。でも一晩だけここなら見つからないでしょ。大丈夫？ええ、かすり傷よ。気をつけて。大丈夫、ちょっと見てみるだけ。アリス？アリス？ちょっと何してるの？ラルフに。お客はいらない。奴らはラルフをいじめる。見て、私もアンドロイドよ。怖がらないでいい。一晩だけ止めてほしいの。客は危険だ。ラルフにこんなことをした。ねえ、私たちを助けてほしいの。できればここに止めてくれない？ごめん、悪かった。たまに制御が効かなくなるんだ。
怖くなってたまに悪いことをしてしまう。ひどい目に遭ってきたんだ。また同じ目に遭うのが怖いんだよ。止まっていけばいい。手出しはしない。わかった、今晩だけでいい。ほら来て、さあほらこっちだ。逃げてからずっとここにいる。外に出ないからバレてないんだよ。たまに人間が入ってくるんだけど、そういう時は隠れてるけどね。おいで。ゆっくりしていってくれ。ラルフは隣の部屋にいる。一緒にいたいけど、やることがあるから。アリス、明日になったらもっといい場所を見つけるわ。それじゃあ寝る用意をしましょう。火を起こすわね。さあ寝ましょう。粗末だけど、でも暖かくはなるはずよ。RA9 どういう意味？え？壁の文字をなぜ書いてるの？わからない、わからない。
パは私が嫌いなの。どうしていつも怒ってるの？ただ普通に暮らしたいだけなのに。私がいけない子なの？悪い子だった？だからいつも怒られるの？家族になりたいだけなのに、愛してほしいだけなのに、幸せになっちゃダメなの？わからない。置いてったりしないよね？ねえ、約束して。約束する。ずっと一緒にいてくれる？ずっと一緒よ。ほら、もう寝ないと。ぐっすり寝るのよ。